はい、えー、こんにちは。道山慶です。えっ、ー、とですね、不登校、引きこもり、えー、飛行。まあ、こういった問題で悩んでいる方、非常に多いと思うんですが、今日はこういった、えー、子供の問題行動に対する解決方法について、えー、まとめていきたいと思います。はい、で、えっ、ー、と、まあ、こういうことを言うと、ちょっとイラッとする。 方もも多いいいかもしれないんですすが、まあ、事実を伝えていきます、えー、これは何で子供がこういう不登校とか引きこもりとか非行をしてしまうのかというと、えー、親の子供への接し方これが間違っているからこういうような、えー、行動を子供はとってしまうわけですつまり子供の気持ちとしてはその、えー、間違いを、えー 直してほしていとそれを直してもらうための手段として、えー、わざと不登校になったりわざと非行を犯したりあとは暴力をを振るっったたりとかそういい行動をしていくわけで,すでまあ、えー、親としてはその子供が少しでも良くなってほしいっていう気持ちから行動をとっているのでなんでこれが間違いなのかっていうのが分からないんですよ。 自分としては正しいと思ってやってるから、えー、全然変えられないと。でも子供からすると、えー、それは間違っているんです。じゃどういうふうに間違っているのかというと、えー、パターンは2つあります。で1つが過干渉もう1つがほったらかし。このどちらかなんですね。えー、過干渉っていうのは要するに、えー、ああやれこうやれとか何でもとにかく親が決めてしまうと。 お前はこの高校に行けとか、えー、お前は将来何々になるんだから、えー、今のうちに勉強しろとか、部活なんかやってなくていいからとにかく勉強しろとか。まあ、何でもかんでも、えー、親が決めてしまうパターン。これは過干渉っていう言われます。で、このパターンだと子供は、えー、不登校引きこもり、非、えー、行の何かになる可能性が高いです。 あの子供のことをよくしようと思っている方ほどこの過干渉になりやすいです。でほったらかしっていうのは逆に、えー、何も関わろうとしないつまり、えー、まあほかっとけばいいじゃんまあ何もとにかく子供が悪いことしても何も言わないとか、えー、授業参観にももう何も行く気すらないとか子供がテストで何点取ろうが関係ないとかこれがほったらかしですね。 まあこのどちらかになってしまうと子供が飛行を引きこもり、えー、不登校。このパターンになってしまいます。で、えーまあ、ここまでいったところで、えー、じゃどういうふうに書いていったらいいのとか、なかなか難しいと思うので、実は、えー、最近40ページほどのマニュアルを作りました。 こういうふうに教育をしていくと子供は変わっていくよっていうマニュアルです。え、今、不登校、引きこもり、え、子供の、え、あと、暴力とか、え、教師に対する暴力とか、あとは、え、まあ、授業エスケープとか、そういう何かおかしいっていうような、え、問題が起こっている方は、このマニュアルをまずは読んでみてください。え、この下の、え、リンクですね。ここをクリックしていただけると、 マニュアルのダウンロードページに行くので、まずはそちらでダウンロードしていただいて、このマニュアルを読んでみてください。で、えー、それ読んでいただくと、自分は今後どういうふうに解決していったらいいかっていうのが、だいぶ見えてくると思うので、えー、まずはそういった行動をとって、えど、ー、子供の明るい未来ですね。これを一緒に作っていきましょう。